給油時、社内から指紋認証で支払いを済ませる。メルセデス・ベンツは、指紋認証により燃料などの、商品の支払いができる社内デジタル決済システム、メルセデスペイを欧州で導入した。指紋センサーが自動車に搭載されることはこれまでもあったが、メルセデス・ベンツによると、 専用の決済システムを実装するのはこれが初めてだという。メルセデスペイはマスターカードとの提携により開発されたシステムで、乗員は生体に要素認証で複数の商品代金を素早く支払えるようになる。対象車種は2020年以降に、製造されたんブーインフォテインメントシステム搭載のメルセデス車となる。 それ以外の車種はオプションとして追加することができる。当初はドイツ国内の3600カ所以上の給油所でのみ利用可能だが、メルセデスベンツによると将来的に他の欧州市場にも導入予定だという。給油所での支払い時、メルセデスペイがコネクテッドサービスステーションに自動的に接続し、 現在の燃料価格と必要な給油量に基づいて最大合計金額を計算する。給油後、車内に戻ると指紋センサーによって支払いを済ませることができる。レシートもドライバーに送られる。ドイツの市場調査会社 GFK によると、18歳から39歳の約半数がインフォテインメントディスプレイを通じて、 サービスや商品を直接注文し、支払うことになるという。同調査によれば、60%の人がガス料金や電気自動車、EV、の、充電料金を車から直接支払う、と回答しており、将来的には EV 充電にも対応するようだ。指紋センサーによる車内決済システムの導入は今回が初めてとなるが、 これまで様々なメーカーが自動車に指紋センサーを搭載してきた。遡ること2002年、アウディ A8 には、エンジン指導に使える指紋センサーが搭載されており、2007年まで設定されていた。一方、シトロエン C6 パラスにも2008年、電子メールにアクセスできる指紋センサーが搭載された。2018年、 ベントレイは一部の車種に生体認証収納コンパートメントを導入した。また、ヒョンでは中国市場でサンタフェに指紋によるロック解除機能を搭載している。